エミール・デュランは、フランスの音楽理論家、教育者、作曲家。音楽理論家としての業績が最も知られる。デュランは、ブルターニ半島に位置する、コートイコールダルモール・ケンサンブリューに生まれた。その後、12歳の時に家族と共に、南方のモンペリエへと移っている。1845年に15歳で、パリ音楽院に入学し、 シャルル・バランタン・アルカンを兄に持つナポレオン・アルカンのクラスで学んだ。他にもフランソワ・バザンやジャック・アレビといった巧妙な教授陣に指導を受けた。1853年、デュランはカンタータ・レ・ロシェ・ディ・アパンゼルでローマ大賞に輝いている。デュランは1871年に死のバザンの後を継いで音楽院の音楽理論と化成学の教員となった。 ここで彼は、ガブリエル・ピエルネ、クロード・ドビュッシー、カミー・ユエル・ランジェ、アーサー・ゴーリング・トーマスらを教えている。デューランは、大衆歌のシャンソンや、歌曲のメロディーを好んでいたが、キャリア初期には、軽妙な舞台作品の創作も行っていた。1868年のオペラ・コミック、L、エリクサー・でコーミリアス、1869年のオペレッタ、L、 アストラム・デポーン・ヌフなどがそれにあたる。デュランは、生涯を通じて、自らの記事に愛着を示していた。文化、社会的団体であるブレットンスでパリの一員として、彼は、ケルトの晩餐会、文化や、音楽の儀式に参加していた。1889年に作曲された、チャンツ・ディ・アームリックには、音楽仲間である、ルイアル・ベール・ブルゴーイ・コール・デュク、ギーロ・ロパルツ、 ルイティエルス・ラウナからの影響が特に明瞭に現れている。音楽出版社のルデュク社からの要望を受けてデュランは理論書を書いて最後の20年を過ごすことになるが彼はこうして書かれた主要な理論書によって人々の記憶に残ることになる。主だったものにはトレイト D、アルモニー・ティーラ・ラケイ・プラティーク、トレイト D、アコンパニューもプラティーク A.U. ピアノ、トレイト・デコンポジション・ムジカーレがある。 デューランはオードセーヌ県のヌイーシュルセーヌに没した。日付に関しては1903年の5月6日と7日の説がある。彼はパリのペール・ラシェーズ墓地で眠っている。音楽理論と火星に関する論文出典。ありがとうございます。